なんか私昨日がですね不思議発見の収録だったんですね、はいはい、でそこで今年新成人を迎える桃色クローバー Z の、はい、桃田かなこちゃんとご一緒したんですけど、もうすぐ成人式なんですって楽しみにしてたので、どんな着物着るのって、やっぱり彼女たち色分けされてるから、はいはい、そうですね、赤なのかな、でどんだけ豪華絢爛なの、ね、そう着るのかなと思ったら、うん、お母さんの着ますってさらっと言ってて、なんていい子なのって、私ちょっと涙が出そうになりましただって彼女が望めばどんなメーカーのものだってきっと借りれるし、まあそうでしょうね、提供してもらえるし、うん、ね、それこそメディアだってみんな写真撮りたいだろうから着飾ることはできるのに、あえてお母様の着た振袖を選ぶあたりがもうやられてしまいました。どのポジションから喋ってるのか全然わかんないですけどねなんかねいい子だなと思って、モノノフの職権乱用ですよ一緒に写真撮っちゃいました、はい、可愛かった。